じゃあ、はい、今日はまた3連戦の振り返りがやってきました。今日はですね、看板屋ちいちゃんお休みですね。ということで一人で、話していきますけども、まあ いつもはですね、間違いの修正を看板屋ちいちゃんがやってくれるんですが、今日はいないため、ちょっと間違いに気がつくかどうかっていうこともありますが、頑張って間違えないように話をしていきたいと思います。ではよろしくお願いします。まずはセリーグから、はい、こうなりました。ホームチームが全部3連勝で勝負を決めたという、まあこう偏ったこう数字になりましたけども、まあ広島カープが DeNA に対して3連勝、阪神タイガースね、これどうなるかっていう非常に興味があったんですけど、3連勝まあ、中日がヤクルトに対して3連勝ということで、まあ、勝負を決めてます。まずは広島対 DeNA、広島、玉村、床田、大瀬良、DeNA が浜口、東、石田という、まあ、そういうことで、始まりましたけども、1試合目、玉村が初完投、初完封を逃したんですけども、まあ、完投勝利ということで、まあ、初完投勝利、まあ、9回、133球、5安打、8三振、無四球、3失点ということで、まあ、3失点はですね、まあ、最後、田中康介がフライをキャッチしておいてくれれば、そのままゲームセットで終わりだったんですけど、それをこう落球したために、まあ、牧のスリーランが出たというね、完投も危ういかなというふうな感じの雰囲気にはなりましたけども、まあ、よく頑張ったと。ただこの暑い中一人で投げ切ってリリーフ陣を使わなかったということがですね、本当に素晴らしかったなっていうふうに、まあ、思います。で、2回攻撃の方は2回菊池タイムリー、まあ、3回には小園、坂倉、矢野が3連続タイムリー、まあこの試合を見るとやっぱり矢野と坂倉が、まあ、状態を上げてきてるなという、まあ、非常に嫌だし、まあ、菊池にタイムリーを打たれた、まあ、これがまあ決勝点となるわけだけども、まあ、非常にいい、感じで、まあ、点数はまあ6点取ってるけども、まあ、なかなかねこうつながらないところをこう足とか、まあ、そういうことで補ってきて、戦ってるわけだけども、まあ、坂倉が非常に状態を上げてると、坂倉は長打も打てるしね、非常に少し点を取ることに関して言えば楽にはなってくるかなという感じがします。いつも代打で使われる松山がスタメンで使われて、まあ、4打数ノーヒットということ、まあ、代打でずっとヒットがないんで、まあ、一塁に入れて、まあ、4打席立たしたいということで、まあ、やったんだけども、まあ、結果は出なかった、まあ、ただやっぱ先発でファーストとはいえ、まあ、動きのある中で、まあ、野球をやり、まあ、そうなってくるとキレが戻ってくるかなっていうような感じがするんですよね。まあ、その中でそういうスタメンに使いながら、まあ、玉村の好投があって、まあ、勝ったということは非常に、まあ、収穫のある広島はゲームをしたかなというふうに思います。それで DeNA の方はちょっとやっぱ守備がまあ良くない。で、前進、まあ、このまだ早い回で、まあ、バッティングに自信がある、バッティング打線をつないで勝っていくしかないチームがですね、やっぱ打てないから自信がないのか、もう早い回から前進守備を取る、そしたらその間を抜けて、まあ、2点を取られるとか、まあ、この日は浜口が先発したんだけども、まあ、ランダムプレー3本間に挟まれて、相手が広島がそのあんまりうまくいかずに浜口までプレーに参加して、浜口が悪送球でランナーが生きて、その後タイムリー打たれるとか、まあこういう守備をしてるとチームは苦しくなるし、まあ、ファーストにフォードという新しい選手を入れてるんで、まあ本当だったら3本間のプレーっていうのは一塁手が、ホームに入ってきてプレーをしなきゃいけないんだけども、まあ、そこら辺の起点がまだ効いてないということだよね。まあ、この試合で 1,2 番梶原、海老名が 1,2 番を組んだんだけども、まあ、ノーヒットで、
まあ、得点にならなかったという、まあ、非常に守備がねちょっと気になったという、まあ、玉村も非常に良かったんで、まあ、なかなかこう点を取るっていうのは、まあ、早い回から難しかったかなというふうに思っても、まあ、失点の仕方がまずかったかなっていうふうに思いました。で2試合目、床田と東2対1、床田7回86球8安打2三振2四球の1失点東6回85球、5安打3三振無四球2失点というね、まあ、両投手とも、まあ、非常に素晴らしい投球を見せてくれる中で、ちょっと気になったことがあって、ツーアウトから坂倉がヒット4回にで、菊池がツーアウトだよ、菊池がタイムリーを打つんだけど、三塁線にタイムリーを打った時に宮崎がキャンバスの横にいるんだよね。まあこれセーフティーバントかなんかを意識して前に守ってたのかもわからないけども、前に守るんだったらやっぱランナー一塁ということを考えると、どこにどこを抜かれたら1点になるかということを考えると、前進だったらやっぱラインを詰めなきゃいけないんだよね。ライン際をそこを抜かれないようにしなきゃいけないんだけども、これはねやっぱこう前に出ろっていうことはベンチからの指示もあったと思うんだけど、やっぱラインを詰めないとね、ここら辺はやっぱここを抜かれると、やっぱ菊池にタイムリーを打たれて、まあ、坂倉が一挙ホームインをして、まあ、先取点を取られるという、で続いて矢野がタイムリーで2点目というね、この菊池と矢野のこの、まあ、つなぎっていうのは非常にいい、広島にとっては流れをね、作ってるなという感じがします。で6回 DeNA は2アウトから牧ツーベース、宮崎タイムリーだけなんだよね。でやっぱこう6番に入ってる宮崎の後を打つ山本がちょっと当たりが止まってるんで、まあ、ここら辺がちょっと苦しいなっていうことで、まあ、2対1という僅差で負けてるんだけども、だけどちょっと野球の質の違いというのがあって、まあ、初回矢野が宮崎のセンターへタイムリーかなーって思うところをやっぱ取って、もう無理な体勢からファーストに、投げてファインプレーでアウトにしてるんだよね。だから守備体系だとか守備位置だとか、そういうことを考えるとやっぱ広島の方がすごく考えられてるなという感じがするし、それだけ能力の高い人が守ってるのかなっていうような感じもする。だからやっぱこう選手というのをこう分からない時があるんで、やっぱベンチからこう指示をちゃんと出してあげないと、守備位置とか、やっぱりツーアウトランナー一塁どこを抜かれたら1点になる、やっぱこう床田と東、やっぱ下位ではなくて床田と東の投げ合いでやっぱ1点差の試合になるっていうのは誰が考えてもそう思うんだよね。防御率から考えてもやっぱ僅差になるときに、やっぱそういう守備位置だとかそういうところで失点を避けないように、避けるようにしておかないと、ちょっともったいなかったなっていうふうには思うね。これがまあピッチャーの自責になってしまうんだから、やっぱベンチからしっかりこう守備位置を確認して、やっぱ細かい指示をね、こういうピッチャーの投げ合いの時にはしっかり出してあげないと、まあ、選手はまあちょっとわからない時があるからね、まあ気をつけてほしいなっていうふうに思いました。で3試合目、先制は3回2アウト満塁、打者中村貴博、ね、まあ、ショートに飛びました。なんでもないショートゴロかなっていうふうに思って、森がさばいてセカンドにトスするんだけど、一塁ランナーの野間がもう果敢なスライディングでセーフにする、まあリクエストが入ったんだけどセーフだったということ、これで先制点を取られる、まあフィルダースチョイス、まあなんでもないショートゴロなんだけども、野間がやっぱこう一塁ランナーとしてやるべきことをやってる、全力疾走だよね。まあ、それで、まさかフィルダース出場になるなんて森なんて思ってなかったんだけども、やっぱ取ってからのトスが遅いし、いや遅れたと思うんだったら一塁でもよかったと思うんだよね、投げるのが。でもこのやっぱりショート、何でもないショートゴロの間がフィルダース出場を誘うというところが、まあ、すごかったなっていうふうに思うよね。で6回フォード、
ワンアウト二三塁から、外のボール、ボール気味の球をね、よく先っぽで当ててレフト前ヒットにしてくれた。で、まあ同点。で、なおもチャンスは続いたんだけども、二三塁で、まあ強打ファーストゴロ、松尾ファールフライで、まあこう一点しか取れなかったというね。いうことだったんだけども、まあ、森を懲罰交代かな、まあ、ちょっと緩慢なプレーに見えたとは思うんだけども、フィルダーストレスの後に強打が、まあ、ショートに入ったという、まあ、ことだったんだけどもね、まあ、ファーストゴロ。で、8回、決勝点になるところが、この試合も2対1なんだけども、ノマヒット、もう上本を代打で送りバントで使ってきた。で、成功。ワンアウトランナーセカンド。小園を申告敬遠した時に打順のつなぎを見た時にね、5番坂倉、6番菊池が入ってんだよね。で、菊池というのはこの2戦非常に当たってると、それで決勝点を叩き出してるということで、ああ菊池に回るんやと思って、なんかすごく嫌な感じがしたのね。で、小園がこの日ノーヒット、まあ難しい、まあ4番だし、小園っていうのはこう今までの広島っていうのを支えてきてるから、まあ気持ちはわからないでもないけども、この3連戦の動きを見た時にやっぱ菊池の動きっていうのはすごく嫌だったんだよね。で、体もよく動いてる、で、ファインプレーもしてる、まあ牧のそのライト前に落ちるようなやつをランナー一塁で、外野手が深く守ってたところのもうライトの定位置ぐらいまで行って取ったんじゃないかっていうファインプレーもしてるし、なんかすごく嫌な感じがした。で、小園を申告敬遠で、坂倉を三振、そして菊池、まあちょっとフォークが抜けてインハイに行ってちょっと詰まったんだけど、その詰まったのが幸いして、野間が帰ってきたというね。それがまあ、決勝のタイムリーになったという、まあ、ことなんだけど、やっぱちょっと考え方だな、まあこれで8連敗ということで、ここの8連敗っていうのはもう致命的じゃないかなっていうような感じがするんだよね。で、上位のチームっていうのは阪神が勝って、まあ、巨人がトップだけど、まだなんかね、ちょっと、まあ、DeNA の方は少し考え方をこう変えたり、もうちょっと細かいところに目がいかないと、なかなかやっぱこう打てない時に、締まったゲームには見えるけど、これが逆転しないということだよね。常に1対2、2対3、まあそういう風な試合になってしまうだろうなっていうような感じがしました。宮崎もまあデッドボールを受けて、ちょっと やっぱこう暑いしイライラしてんのかな、勝てないから、だから、まあ、ちょっと詰め寄るシーンがあって、両軍出てきてみたいなシーンがあったけども、まあ、そのぐらい熱くなってね、やってるのは分かるけども、なんかこうそういう気持ちはすごく大切にしながら、やっぱベンチがもう少し細かいことを指示をやっぱしっかりしてあげないと、ただ打った投げた守った守れなかったではやっぱこう勝てないよね、なかなか。やっぱピッチャーも良くなってきて、僅差のゲームが増えてきてるんで、まあ、そこら辺をもう少し繊細にやってほしいなっていうふうに思います。それと広島の方はやっぱ走塁技術っていうか、まあ、そういうのが長けてるし、まあ、その一生懸命さ、まあ、DeNA もやってるんだけど、一生懸命さがすごく結果に表れてる。これはなぜ表れてるかというと、やっぱりこうなんかこうミーティングが行き届いてるかなっていうような感じがするんだよね。だからこういう時は絶対こうしようぜみたいな、でみんながそういう意識のもとでやってるのかなっていうような感じがして、すごくこの3勝0敗っていうのはチーム力ということに関して言えばすごく差を感じました。はい、以上です。で、阪神巨人戦ね、まあ甲子園が100歳を迎えるというね、まあ記念のカードというかね、まあそんな感じで、阪神 OB、巨人 OB とか、まあ来てるけども、1戦目、才木対山崎、2戦目は及川グリフィン、
ビズリー東郷というね、まあガチンコで来たなという感じがするんだけども、まあ5対11試合目は、先制は阪神、5回、これはね1回から3回までダブルプレーでチャンスを潰してるんだよね、阪神の方は。だから非常に嫌な流れだったんだよね。で4回には中野と森下の間でエンドランするんだけど、森下が空振りして中野が盗塁しと、本当に流れが悪かったので迎えた5回、まあ才木が相手をに流れをやる前としてもう必死に投げてたんだけど、まあ5回、阪神の攻撃、大山ヒットノーアウトランナー1塁、まあこれゲッツーばっかり打ってるかなとか思いながらも、これ前側がどういうバッティングをするかといったら、これ普通に考えたら前側の頭の中ではやっぱ引っ張って一三塁を作りたいとか、やっぱこうポジションが空いてる、ヒットゾーンが空いてる一二塁間に、打ちに行こうと思ったと思うんだよね。まあだけど1回から3回までこうゲッツーばっかりで流れが悪い、今回打ったらもう確実にやっぱりジャイアンツにやられるっていうとこから、やっぱボールを上げるにはやっぱ多少こう流しに行った方がボールは上がりやすい、まあゴロを転がったらゲッツーの可能性があるということで、前側がショートの頭の方に打ちに行くんだよね。まあそれがボールが上がり、岡本がこう必死に追うんだけど追いつかず、まあタイムリーツーベースになる、このヒットで流れができたよね。だから前側が多分俺が思うにはあのぐらいのポテンシャルがあって野球のセンスがあれば、俺は無理して引っ張るんじゃなくて流しに行ったと思うんだよね。だからここら辺がすごかったなというふうにね、この1試合目では思いました。で6回は変わった中川、まあ、山崎伊織が、5回1失点81球で交代を命じられるという、まあこれは何でかな、相手が佐伯だから1点を先制された、まああんまり無理はしたくない、まああとは使いたいピッチャー中川とか伊藤とかいたから変えたのかなっていうような気もするんだけども、6回その中川からクリーンナップ、森下佐藤が連打、大山がスリーランで勝負を決めるというね。で8回には森下が平内からソロホームランを打つという、まあ非常に阪神にとっては嫌な流れから入ったんだけども、前側の何て言うんだろう、先制打、多分そうしたと思うんだけど、まあそれが非常に効いたなっていうような、まあ、感じがしました。で才木6回3分の1 115球、3安打6三振3四球1失点というね、今日も好投ということで、まあ第一戦の重圧を跳ねのけたというね、まあ、試合になりました。で阪神、巨人の阿部監督、山崎よりを5回1失点81球で交代したっていうのは、まあ才木との投げ合いでやっぱ選手点を取られた方、取られたら変えるっていう風になってたのかなっていうような、まあ、感じもするんだよね。それは次のグリフィンと戸郷でやっぱ勝たなきゃいけない、勝てるっていうふうに思ってたと思うんだよね。だから早めに下ろしたと思うんだけども、ただやっぱ負けるにしても勝ちゲーム、勝ちパターンの投手は使わなかったということで、まあ1点差だったんだけどもね、使わなかったことで、まあ事なきを得たと、まあ1敗は1敗だというようなことで、まあ第2戦で初回、まあグリフィン、グリフィンと及川の投げ合いなんだけども、まあ、初回阪神近本ヒット、中野が送りバント、この送りバントはもう最近確実に送りバント近本が出たらやってくるんだけども、やっぱクリーンアップが当たってきたからこれができるよね。でまあつなげると、で森下ヒット、里輝三振、ツーアウト1・3塁から大山がフォアボール、ツーアウト満塁、この日は野口が先発してるんだけど大山の後を打つんだけども、ヒッティングカウントになってちょっと外側のボールを見逃すんだよね。でわざわざフルカウントにしてフォアボールを取る、押し出し、これ見事なんだよね。バタバタしないんだよね野口が。
普通若くてあれだけの甲子園で人が入ってる中でやっぱ打ちに行きたいと思うんだけども、それをフルカウントまで我慢をして結局一球も振らずに押し出しを取るというね、だから見事だったなと思って、この、 あの押し出しは。そして7番に入ってる木浪が2点タイムリー、見事な立ち上がりの攻撃だったね。でまだそれでは終わらずに及川がタイムリーで4点目を取るという、だから立ち上がり4点取られると非常にやっぱりこう巨人の方は苦しいし、このグリフィンの今までの投球、まあもうなんていうのかな、グリフィンが良くなってからずっと1点ぐらいのクオリティスタートだったんで、ハイクオリティスタートをずっと続けてたピッチャーが初回に4点を取られるなんていうのは思っても見なかったと思うんだよね。それも野口の押しだし、木浪のタイムリー、及川のピッチャーの4点目っていうのは全く考えてなかったと思うんだけども、まあ非常に素晴らしかったなっていうふうに思います。で6回、中野のタイムリー、これね流れがねちょっとね巨人に行きかけてるなっていうようなところだったんだけども、中野がタイムリー、まあ、森下が三振するんだけども、佐藤輝が、ツーアウト二三塁からライトへタイムリーヒット、まだこれでも終わらない、大山がデッドボールから野口がタイムリーというね、まあ、初回にも大山フォアボール、6回にはデッドボールと、まあ、昨年の大山が、まあ、大山も打つことも打つし、やっぱこうやってフォアボールだとかデッドボールだとかでやっぱ次のバッターにつないでいくんだよね。それがまた点になっていくという、まあ、非常にこうやっぱ状態が良くなってきたがために、こういう副産物も昨年のように生まれてきたという、フォアボールとかがね、それがやっぱこう点に結びついてきているという、まあ、非常に流れが、昨年のようになってきたという、7回平内対森下、まあ、昨日はね森下が平内からホームランを打ってるわけだけども、なんかこうツーアウト二三塁から顔付近に2球行くんだよね。それで、投げた後に変化球投げて、ちょっと森下腰が引ける場面があったんだけど、それを見て、平内が笑ってんだよね。まあ確かに俺はそういう勝負っていうのは嫌いではない。もうあの昔はねそんなばっかりだったら打たれたらやり返すという、ただやり返す意味が違ってさ、やっぱこうまあ当たってるから厳しいボールが行くっていうのは分かるけど、なんかねその腰を引けたのがをバカにするようなこととか、そういうねなんかこうスポーツマンシップに反するような、そんな戦いはねもう今やもう見たくないね。いや厳しいとこ行くんだったら行ってもいいよ、いやだけど必死にお互いが戦ってるわけだから、あのそういうねなんかこうやっぱボールを持ってる方が強いしね、危険だし、だからそういう勝負っていうのは嫌いではないけど、バカにするようなそういう仕草っていうのは嫌だし、でも俺はまあ森下がこのあと外のボールをね引っ掛けてショートに内野安打を打った、これは俺は見事だったと思うよ。やっぱりね勝負っていうのはその相手をこうなんていうのかな、バカにするような勝負はしちゃいけないと思うんだよね。まあバカにってしてないのかもわからないけども、俺にはそう見えたからちょっと忠告はしとくけども、まああの俺はなんかすごく厳しい勝負はしてるなと思ってても、すごく見てる側としたらすごくね平内に対して不快な思いがあった。だからこれはねやっぱちょっと注意をしてほしいなっていうふうに思うよ。やっぱり勝負っていうのはね正々堂々とね、立ち向かっていく、厳しいボールは当たってるバッターだからしょうがないね、これをやっぱこう笑ったりだとか変化球で腰がちょっとあの逃げたからね、そういうことはねやっちゃいけないというふうには思うよね。まあ、森下が内野安打で、まあ、追加点を取ったという。で巨人の6点、まあこう反撃したように見えるけども、これ得点から来る守備位置の問題で、まあ、内野が下がってる時の内野ゴロの間とか、まあ、阪神バッテリーのミスでワイルドピッチなどが、まあ、点に6点の中に加算されてるんだよね。
だから好調とはやっぱり言えないんだよね、巨人打線がね。だからまあちょっと阪神の勢いが本当に出てきた、まあ、その副産物はフォアボールだとかそういうのがつながってきて、まあ、得点に絡んできてるということだよね。で3試合目、9対2、まあこれね、まあ、戸郷が投げてるからやっぱ立ち上がり、まあ、非常に重要だなっていうような思ってた。やっぱりこれなぜかというと、やっぱ連敗巨人はしてるし、やっぱ初回に先制されるっていうのがすごく嫌だったと思うんだよね、このこういうカードは。だけど初回阪神の攻撃、2アウト満塁を作る、まあ、その中に、まあ、中野が、まあ、近本が出て中野が送りバントとか、まあ、そういうのがあって、まあ、満塁になる、佐藤大山のフォアボールとか、まあ、戸郷もやっぱこう、阪神打線の好調さにより、まあ、より警戒はしたと思うんだけど、まあ、阪神にフォアボールを出すとどういうことになるかというと、まあ、前側が、フォークボールをライト前にヒット、2点タイムリーということでね、やっぱ調子が良くなるとフォアボールが阪神打線というのは増えるなっていうような、まあ、それがやっぱ得点になるというね、まあ、昨日2試合目もそうだったんだけど、やっぱこう悪循環を生むなというね、まあ、阪神打線はクリーンナップが調子いいから、まあ、6番7番にチャンスが来るんだよ。この日もそうだったんだけども、前側が3安打4打点、木浪が2安打3打点ということで、やっぱここら辺が当たってくるともう阪神打線は、まあ、昨年の勢いを取り戻しているということだよね。まあ、それと記念の100歳の今日、まあ、100歳を迎えたらしいんだけども、甲子園が、まあ野球の聖地というところでね、まあ、そこを本拠地にしている阪神が、まあ、3対をしたという、まあ、ゲームだったんだよね。まあ、この試合っていうかこの3連戦を見ながらとか、まあ、ちょっと岡本の動きをちょっと追ってみたんだけども、山岡本のレフト、これがちょっと気になるんだよね。でレフト線に行った木浪の当たりがあるんだよね、まあ、タイムリーになった当たり、まあ、ちょっとジャックルとかいろいろして木浪に3塁スリーベースという記録になるんだけども、やっぱり4番を打ってる岡本を、まあ、サードやらしたりファーストやらしたりレフトやらしたりという、これがどうなのかなっていうふうにちょっと思う節がある。やっぱこう疲労感とかね、この夏暑い日に暑い時期にやっぱりいろんなポジションをこう守るというのは、4番も務めてキャプテンもやって3つのポジションをやるっていうのはすごい大変なことじゃないかなというね、せめて内野だけに置いとくっていう、一塁か三塁かにした方が俺はなんかいいような気がするね。で俺も経験があるけども、やっぱり一塁もやったり三塁もやったり、まあ、外野ももちろん経験あるんだけど、で外野ってすごく遠く感じるし、やっぱり行き帰りでも慣れてないとやっぱり一試合の疲労感というのは違ってくるし、で内野でのそのずっと緊張感の維持と、やっぱ打席の緊張感、外野に行っての緊張感があまりなくなるのとでは、やっぱり野球のリズムっていうのはちょっと違ってくると思うんだよね。だからまあせめて内野に留めといたらどうだろうっていうことは、まあなんか特に今日の試合を見たら思いました。まあ戸郷も心配なんだけど、戸郷5回94球8安打4三振5四球6失点というね、まあ今日はやっぱシュート回転をしていて、まあ状態的には良くはなかったんだけども、やっぱ阪神打線が当たってるということで、まあより警戒をしてたなっていうような感じがする。まあちょっと戸郷が立て直してくれないとちょっと困るなっていうような感じがしました。まあ阪神はもう絶好調というね、まあ去年の勢いみたいなものを取り戻したなという感じと、やっぱ雰囲気も良くなった。それと言い忘れてたけども、まあ、最終打席サトテルが、ホームランを打ったという、またこれもプラスだよね。まあ、いい方向にいい方向に、阪神は回ってるなという感じがしました。で3つ目、中日対ヤクルト、高橋宏と松木平梅津、ヤクルトの方はヤフーレ、サイスニード、吉村ということでね、
1試合目6対0、ね、もう圧巻のピッチングです。高橋宏斗7回119球、3安打9三振2四球無失点8勝1敗、防御率が 0.48、 打てない、やっぱ打たれないね。で、高橋のピッチングっていうのは、まあ普通のあのピッチャーであれば主力には打たれるんだよね。でも繋がせないという、で、なんて言うんだろう、こう抑えられそうなバッターをこう抑えていって、いいバッターに対してはやっぱちょっと打たれちゃうんだけどっていうピッチャーが多い中、高橋宏斗はやっぱ主力をきっちり抑えに行くんだよ。まあ下位打線とかにはちょっと気を抜く時があるんだけども、主力を抑えていくからすごく抑えつけられてるっていう感じがするんだよね。だから村上もこの日、まあ、3三振ということで全くこう高橋宏斗をこう攻撃できなかったというね、いうことなんだけども、やっぱ主力を抑えていかれるとやっぱそれは勝てるよね、高橋宏斗ね。で、攻撃面では村松が帰ってきたね。怪我するまで、まあちょっとこう非常にバカ当たりしたりとかして、まあ、成績的には落ち着いた。で、まあショートも、まあいいショートが出来上がってきたなって言った時の怪我だったんだけども、まあ帰ってきてまたショートを守り出して、まあこれでやっぱり中日がちょっと落ち着くかなっていうような、まあ、感じがするし、まあ村松がまあその初回に先制につながるデッドボールからの出塁で、まあ得点をする。6回には内野安打から福永の、まあ、二塁打で、まあ、帰ってくるとかね、まあこの中日の村松福永の1、2番コンビにはなんかすごく期待感があるよね。まあかつての洗い場コンビ、まあ、二遊間も組み、1、2番も組んだというそういう人たちがいたわけだけども、なんかそういう風になってくれるとすごく心強いなって、まあでもそういう風になれるんじゃないかっていう期待感があるよね。でディカーソンも帰ってきて、まあ岡林が少しずつ上がってきてるという、だから非常に中日はいい感じで、この夏場戦ってるなという感じがするよね。でヤクルトの方、まあ6対0で負けて、まあ完敗というようなことなんだけども、これ初回、高橋宏斗が先発で、ワンアウト2、3塁で初回ね、前進守備引かなかったんだよね。で高橋の防御率っていうのは 0.48、 これね、1点取られても2点取られてももう一緒なんだよね、数字上は勝てないんだよ、1点取られると。でもそういう苦しい試合になるんだよね、高橋宏斗が投げてると。ということはやっぱり1点を守りにいかないとやっぱ勝てないということだよね。だからやっぱ初回から前進守備の、これは守るんではなくて攻撃的な前進守備で俺は良かったんじゃないかなっていうような気がします。はい、まあこれも考え方だけどもね、今日は2点取れるんじゃないか、今日は3点取れるんじゃないかっていう、まあ、指揮官の読みもあるけどもね、まあだけど高橋宏斗の数字を考えると、まあ前進で良かったかなっていうような感じがします。で2試合目、松木平1対0、プロ初勝利、6回81球4安打4三振2四球1つのデッドボールの無失点という、危ない場面は2回ワンアウト2、3塁7番、松本を三振、岩田フォアボールでサイスニードをセンターフライで、5回にもピンチがある、ノーアウト1、2塁からサイスニードに送られた、まあ、非常に抜群のバントをされた。でも松木平はこれ悩んだりするかなと思ったら、フィールディングがいいねこの子は、それでアウトにして、まあ、ワンアウト2、3塁にした。で、まあ、1、2番をセカンドゴロ両方ともに打ち取り、まあ、0点でしのいだというね。松木平、ヒーローインタビューで、まあ、おばあちゃんに育てられた、まあ、家庭の事情でね、でやっぱり野球をやれるような環境でもなかったんだけど、おばあちゃんが一生懸命、松木平が野球好きだったんだろうね、やらせてくれて、何一つ
なんか松木らにこうしなさいああしなさいじゃなくて、一生懸命あなた頑張りなさいということで、背中をずっと押し続けてくれた、それを感謝に変えて、なんか今日のと初勝利というのがあったと思うんだけども、なんかね、かお金を稼いで、おばあちゃんと一緒に住みたいとかね、そういう夢があるみたいだけども、もう必ずできるから、こういうピッチングをしてたらね。で、松木平のいいところっていうのは、やっぱまずはコントロールということと、やっぱ逃げないということだよね、打者から。それとやっぱこうフォークボールもいいし、縦スラと言われるスライダーもいいし、だから非常に粘り強いということ、だからそれをなくさないでね、やっていくと本当に勝てるピッチャーになるし、まあ昨日もね、高橋宏斗が、明日は松木平が投げるから、みんな皆さん応援してくれって、言ってたけど、まあみんなから愛されてると思うしね、その後に投げてつないでいった清水、松山、マルティネス、ものすごく気持ちが出てたね。清水もそうだし、松山なんか本当腕がちぎれてもいいぐらいに思って投げてた。だからみんなに感謝を感謝できる、まあ、一生だったんじゃないかなっていうような、まあそんな感じがするよね。だからまあファーム時代は、片岡二軍監督時代、なんか松木平を本当に何とかしたいということでずっと目をかけていて、でまあよく食べるらしいんだけど、まあ、外に出た時にはなんか夜食だっつって、なんか片岡二軍監督がなんか松木平に差し入れをするとか、なんかすごくみんなから愛されてんなというね、そういうことがあるし、本当にそういう愛されてるピッチャーっていうのは絶対勝てるようになるから頑張ってほしいというふうに思いますね。これからも頑張ってください。プロ初勝利おめでとう、本当におめでとうね。これからも頑張ってください。でヤクルトは2試合連続の完封負け、まあ、5安打ということで、まあここ1本が出なかったなという感じがするよね。で赤羽がちょっとデッドボールでちょっと骨折なんだよね、これ。で赤羽というのは非常にこう乗ってきたヤクルト打線の中でも非常に状態のいいバッターが骨折でこう離脱ということなんで、ちょっとこれからもちょっと痛いなという感じがします。で3試合目で完封ペースの吉村ね、3対2で、まあ、中日がサヨナラ勝ちするんだけども、まあ、ヤクルトの先発吉村7回3分の1 116球、3ヒットで、指がつるんだよ、もう8回途中に。で交代を余儀なくされて、まあ8回はね、フォアボール、先頭打者フォアボールで、続くバッターにデッドボールで、高橋周平が、セカンド内野安打で、まあ、満塁を作られるんだよね。で大西がマウンドに上がるんだけども、細川三振で2アウト満塁、板山に押し出しをするんで、次の代打中田、その時にピッチャー変えるんだけども、田口にで中田をファウルフライで、まあ、1点差2対1、勝ち投手の権利は吉村にまだあるんだよね。で9回行くんだけども、木澤がマウンドに登ってきて、ワンアウト後岡林、ヒットで、カリステ同点のタイムリースリーベースヒットで、木澤から山本にスイッチ、まあ一番に戻ってきて村松だから、まあ左対左を選択したと思うんだけども、まあ村松がセンターへの犠牲フライ、サヨナラ勝ちという、まあここら辺がやっぱこう抑え不在だとか、まあヤクルトの方はね。で金村がこう完封ペースでいってたんだけど、3安打で抑えながら全くチャンスがもう作れなかったんだよね。ほんで指がつるで投手を交代する、そっからの3失点をするという、だから非常にこうなんていうのかな、先発がこけたらもう全く試合にならなかったというね、まあ、試合を作ってしまったんだけども、まあだけど中日の方はやっぱり村松が変えることによって、まあ、山本が代打に回ったりだとか、まあ田中がダイソーで使えたりだとか、まあ、いろんなこう選手がこう適材適所に
こう置けるようになってる。それと岡林が当たってきてるだけに、まあ、非常にこう足も使えるようになってきてる。まあ、カリステの、まあ、スリーベースにはなったけど、まあ、ランニングだとか、まあ、やっぱり素晴らしい足してるなっていうような、まあ、感じもするしね。だから、まあ、これから、まあ、中日もちょっと、上に行くにはね、この3連勝というのはすごく大きかったと思いますね。次のカードも頑張ってください。はい、まあ、そういうセリーグでした。でパリーグ、はい、こうなりましたね。まあオリックスが状態が悪いな、今日も勝てなかったというね。まあ2勝日本ハムの2勝1分け、ロッテ、西武に対してね何連勝だ。で楽天対ソフトバンク、まあこうなってます。で最初のカード、日本ハム対オリックス、日本ハム金村、山崎、バーヘーゲン、オリックスはエスピノーザ、斉藤、高島ということでね、まあ始まるわけだけども、まあ1試合目、3対3の引き分け、まあ2回森の疑惑のホームランで先制。これはいろんなところでこういろんなものが出てきてるけど、まあ多分ファールに近いなというね、まあそんな感じがします。まあでもだけど、まあこの試合では先制ということで、で4回松郷同点タイムリー。松郷がちょっと触れてきたね。まあ頼もしい選手が触れてきました。で7回代打マルティネスが、まあ1対、2対1から、2対1から逆転のツーランを放つ。しかし8回に中川が同点タイムリーという、まあやっぱこう日本ハムもオリックスもちょっと中継ぎがねちょっとやられるケースが多くて、まあこれが同点になるんだよね。ただ小田島、逆転のツーランを打たれるんだけど、これはマルティネスに対して初球インサイドの球がやっぱ引っかかって外に行ってるんだよね。それをライトに打たれてるんだけど、やっぱ手が伸びるゾーンっていうのは外国人強いし、やっぱ初球に間違えるっていうね、まあ、そこら辺がまあルーキーだから仕方ないっちゃ仕方ないのかなとは思うけど、だけどやっぱ大事な場面で使われてるわけだから、だからそこら辺はもう少しね慎重に初球を入らないと、まあ、いけないなっていうふうに思った。それと池田、まあちょっとまっすぐ一辺倒でやられてるかなという、まあこれはね池田の心情だからもうしょうがないかなというふうには思うけどもね。ただこの試合、まあ、レースがサヨナラの場面で1本出ない。で今までこうフライが打ち上がってんだけども、ワンアウト満塁の時だけ、ゴロになってしまったというね。それで 6-2-3 かなでダブルプレーというでサヨナラにならなかった。で万波が当たりが出てないね。だからちょっと日本ハムの方はまあこれでは点にならないかなっていう、そういう人たちが、当たりが止まってるという。まあそれともう一つはやっぱ選手がすごく能力が高くなってきた。まあ例えばそのダブついてるところがレイエス、マルティネス、清宮、これ全部一流手なんだよね。まあこの3人の中で一流手と DH っていうのを使うとすれば、やっぱこの中から誰かなと思うと、やっぱレイエスではないなっていうような感じがするんだよね。でレース使いたかったんだったらマルティネスと清宮は本当に調子が悪い時に、まあ、使うとか、まあ、そうしないとなんかね選手層が厚くなった悩みが出てきてるというような、まあ、日本ハムはそんな感じがしました。まあ、3対3勝たなきゃいけない試合だったけども、ちょっともったいなかったなという感じがします。で2試合目9対2山崎幸也、久しぶりに勝ちましたね。でこの試合、まあ、昨日あまり調子が良くなかった水谷、調子が悪かった万波、レイエスを外してきたんだよね。で浅間が1番、2番が郡司、3番に清宮、 DH にマルティネスというねことを大胆にこう変えてきたというね、やっぱり新庄監督らしいなというふうに思って。で山崎幸也6回89球、5安打3三振、無四球無四1失点ということでね。まあ初回、DH マルティネスがタイムリーで先制。4回には野村が、フォークボールをうまく打ったな、
レフトオーバーのフェンス直撃のツーベースでタイムリーで、伏見がカーブをちょっと泳ぎ越しで2点タイムリーを打つというね。だから非常に打線が、まあ、あの昨日とは違ってつながったなというね、そんな感じがします。でこれ圧巻なのは6回に伏見が3塁、奈良間が2塁に置いて、塁上に置いて、浅間がスクイズ、これがツーランスクイズで2点を取る。もう圧巻だったよね、これね。これね、バントの種類にもよるんだよね。浅間がやっぱバッティングのセンスがすごい高い。三塁手に取らせるようにちょっと強めにしとくんだよね。そしたら奈良間もいいスタートは切ってんだけど、三塁手からランナー見えないんだよ。だから一塁にスッと投げちゃうんだけど、もう投げた時にはもう時すでに遅しということで、で飛距離コーチも無駄に回してないんだよね。回す動きがあるとやっぱり、気づかれるということで、奈良間もだからあれね、ツーランスクイズ のサインがあるんじゃないかと思って、日本ハムにはだからね、もう二三塁 であのスクイズが出た時はセカンドランナーは狙っとけよっていうね、まあ決め事があるんじゃないかと思うぐらい、もう鮮やかなツーランスクイズ、あんな綺麗なツーランスクイズはなかなか見れないけどもね、うん、で2点を取るというね。だからまあ浅間も非常にうまいバントをしたというね、その浅間2安打2打点ね、そのツーランスクイズ、マルティネス2安打2点、郡司3安打ということで、まあ、昨日、から1、2番を変えたりだとか DH を変えたりだとか、この試合、万波レースを外して、まあ9点を取ったというね、見事な打順の入れ替えですよ。ただしやっぱり水谷万波レースがいらないかというと、やっぱ必ずいるからね、この3人の選手というのは。だから早く調子を取り戻してほしいなっていうような感じがしました。でオリックスはちょっと状態悪いな。で3試合目、ホームラン攻勢、オリックス3回、森が逆転のスリーラン、ね、セデーニョが、まあ、同じ3回にソロホームランという、北が、7回同点ホームラン、オリックスの方はね。で日本ハムの方は清宮が1回にソロホームラン、石井が2回にソロホームラン、マルティネスが5回逆転のツーランという、もうホームランの打ち合いだったんだよね。で決めたのは、7対6で日本ハムが勝つわけだけども、郡司が9回サヨナラホームランで、決着をするという。でオリックスはね、連敗中だったんだよね、8連敗。止めようとする気持ちはあったけども、やっぱりダメだったなってね、まあ 9連敗になったんだけど、そのダメな象徴としたら、まあ2回西一塁、奈良間がねリレードスチールをかけるんだよ。で紅林がベースカバーに遅れるんだよね、こういうね、やっぱり日本ハムを相手にしている時に、まあ、内野、特に内野手なんかは気が張ってなきゃいけないんだよね。何をしてくるかわからない。昨日もツーランスクイズをやられてる、で今日はリレードスチールをやられた、もう指揮官としたらもうイライラが募ってると思うんだよね。でその中でやっぱ紅林を罰則交代をしたという、まあそういうシーンがあるんだけども、まあだけどまあその連敗中はね、やっぱ一生懸命やらなきゃいけないとか、まあそういう気持ちが空回りすると、まあこういうことになるのかなという感じがするよね。日本ハムも褒められたゲームではないけど、バーヘイゲンが真ん中ばっかり投げて、まあ無四球で来たんだけど、いや無四球で来るのはいいけど真ん中ばっかり投げんなよっていうような言いたくなるぐらい真ん中が多かったということと、まあ田中正義が勝ち投手になるんだけど、9回ワンアウト満塁、を作ってしまうんだよね、自分でね。でセデーニョを三振取る、で宗がレフトフライ、まあ結局0点に抑えるんだけど、その0点に抑えた瞬間膝に手を当ててしんどそうにするんだよ。これはね、やっぱ抑えのピッチャーだったらやめてほしい。やっぱ威風堂々というのがある、いくらなんでも。やっぱまあよかったじゃなくて、やっぱ、まあ、ごめんごめんな、まあ、ピンチ作ってごめんな、まあ、もう攻撃してくれみたいな、そういう感じが欲しいのに、
なんかやっぱり田中正義って気が弱いのかな、ちょっとなんかね、こう膝に置いた瞬間に、いやそれはやっちゃダメだっていうふうにちょっと思っちゃったんだけどもね。あ、だからまあ威風堂々と、堂々とやっぱもう0点で抑えたりとか、打たれたって堂々としてなきゃいけないなっていうふうにはちょっと感じました。まあオリックスは9連敗という、まあ泥沼からまだ抜けれないというね、まあそういう3連戦でした。はい、続いてロッテ対西武ライオンズ。ロッテ、小島、メルセデス、佐々木朗希、まあ久しぶりやな、西武、隅田、青山、与座、1試合目、7対6、まあさよなら。初回ロッテがポランコのツーランなどで3点をリード。まあ2回西武が3点を返す。小島、3点取られて2回にも3点取られたんじゃもう話にならんということだよね。でまあいろいろあって同点の9回、ツーアウト満塁から小川がサヨナラセーフティーバント、サヨナラという、まあ非常にアイディアとしたらねすごく面白いし、俺もちょっとやったことあるんだよね、阪神戦で若い時に。でその時スイッチをやっていて、あの山本和之さんという左が立ってて、本当だったらスイッチやってるから左の時に右に立たなきゃいけないんだけど、右はやり始めでちょっと自信がなかったから、よし左で立ったら代打送られないだろうなっていうふうに思って、左に立って何ができると思ったら、やっぱセーフティーバントしかできないなと思って、練習もしてないし左ピッチャー打ってないしというところからのアイデアで決めたことがある。まあそれをすごく思い出したんだけど、なんかすごくまあ勇気もある決断もしただろうし、まあ見事に決まるというね、非常にアイデアが長けてたあの試合でした。ただねこの試合両軍で5つのエラーがあるんだよね。で5つのエラーの中でもうやってほしくない人がやるんだよ、ベテランというか、まあちょっと投げミスというかね、もうキャッチボールができないのかよみたいな、まあそういうまあね連敗中だから慌てるとか、まあいろいろあるんだろうけども、やっぱちゃんとしたプレーをしてほしいなっていうふうに思うのね。でこの試合というのは山村のエラーから始まり、最後山村のジャックルで終わったんだよ。で小川のセーフティーバント、これは取って正確に取って一塁に投げる、ホームに投げる、まあどこに投げてもいいんだけど、やっぱ成立をして終わりたかったよね。でセーフティーバントやられる、慌てる、グラブで弾く、それがまあ記録は内野安打になりサヨナラになったんだけども、でもこれはジャックルするんじゃなくて、しっかり取って一塁だったら一塁にしっかり投げて、これが間一髪セーフとかセーフで、ああサヨナラだったっていうんだったらまだいいよ。だけどこれを成立もできない、慌ててジャックルをする、もうそして記録が内野安打になってサヨナラになるっていうのは、なんかねやっぱこう納得いかないんだよね。やっぱり内野手としたら、やっぱこう最後まで審判のジャッジを仰いでさよならだったらいいなっていう風なまあ感じだったな。まあ山村もね9回に、まあ、6対6に同点だっていうのを、まあ、打ったりはしてるんだけど、山村っていうのはすごくバッティングが良くて、すごく俺も勝ってる選手の一人でね、バッティングはもうこのまま慣れていったら相当いいバッターになるなと思うけど、やっぱレギュラーというのはしっかり守れないとさ、やっぱレギュラーとしては扱いはできなくなっちゃうから、だからまあそこら辺はね、まあ頑張ってほしいなって、守備も頑張ってほしいなっていうふうに思いました。はい、で2試合目、この試合は6対2ね、ポランコ3本のホームラン、初回に外もホームラン、まあ、投げてはメルセデスが久しぶりの3勝目、で7回99球、5安打、3三振、1四球、2失点ということで、まあ、2失点は外崎が6回にツーランを打つわけだけども、ポランコはソロが多いんだよね、結構。でだけどまあ昨年もあったけども3本打ったりとか、まあ、非常に固め打ちをしてくれる、まあ、この試合はお立ち台3人外国人でポランコ、外、メルセデスという、まあ、非常に可愛い3人だったよなって思うんだけど、
やっぱこうやってなんていうかロッテはつないでつないでという、まあ、野球の中にやっぱポランコとか外とかこういうホームランをこうスパイスとして入れていってくれるとすごく楽になるなっていう感じがした試合だったよね。6対2、ね、そのうちの4点がホームランで取ってるというソロホームランでね。だから非常にあのポランコのホームランっていうのも見事だったし、まあ、外がねやっぱしっかりしたバッティングをずっとしてくれてるっていうのが、まあ、安心感だったし、でメルセデスも久しぶりに勝って、まあ、前半戦もう高騰するも援護点がなくて勝てなくて、まあ、今日やっと3勝目ということだったんだけども、まあ、これでちょっと流れがね変わってくるといいなっていうふうに思います。で3試合目、まあ、佐々木朗希ね5回72球3安打3三振、1四球1つのデッドボールの1失点ということで、まあ、佐々木朗希、まあ、立ち上がりちょっと緊張したのかねピンチも迎えたけども、まあ、なかなかこう三振が取れない、それとまっすぐで空振りが取れないという、だから、まあ、球速は出てるんだけどもそんなに状態的には良くはなかったなというね、まあ、全体的なポテンシャルで抑えていったという感じにはするんだけども、なんかこう納得のできる、まあ、本人もそうだろうけどもピッチングではなかったかなというような感じがするよね。で4回角中がツーランホームランで先制、まあ、昨日に続きホームランで先制するというね。で5回は西武の鈴木、見事なセンター前のタイムリーだったね。まっすぐを本当にマシンで佐々木の捉えてセンター前のタイムリーを打つというね。まあ、しかし5回裏、まあ、すぐ藤原の2号ソロホームランでその1点は返されるという。で6回ワンアウト2、3塁から、与座からヤンに、変えるんだよね西武の方は。でロッテの方は角中から、石川に変える、石川慎吾にね。でその初球2、3塁、3塁ランナーの小川が、キャッチャーのピックオフで刺されるんだよ。でねすごく嫌な流れをになるなと思ってたので、佐々木朗希もマウンドを降りてるし、5回までしか投げないしね。で非常に嫌な流れだったんだけども、まあランナーツーアウトランナーセカンドからまあ代打石川が、その流れをこう渡さないタイムリーヒットを打ってくれたというね。非常にこう有効だっていうのはあるけども、やっぱ味方が失敗した時、味方がやっぱ走塁死した時、やっぱ流れが変わることが多い。その中で、石川がやっぱそれに負けじタイムリーヒットを打ったっていうことで、まあ、4対1でね流れを渡さずに、まあ、西武に勝ったという、まあ、お得意様西武、ロッテに14連敗というね、ロッテは西武に14連勝ということを飾った試合だけども、パ・リーグ記録だからねこれは。ちょっとやっぱ西武は頑張らないとちょっと困るねこれはね。やっぱミスも多いしチャンスは作るんだけども、まあ、一本が出ないしということで、まあ、ホームランも出ないね、ロッテがこれだけホームラン出てるのに、全く出ないという、まあ、外崎がね、まあ、こうカードでは打ったけども、まあ、ちょっと西武苦しいなっていうような感じがしました。はい、で最後、楽天対ソフトバンク。楽天早川、小蛇藤井、ソフトバンクモイネロ大津大山ということで、初戦、初回3点先制ソフトバンク、周東がワンアウトからフォアボール、栗原がこれランエンドヒットなのかエンドランなのか、周東が走った時にショートがベースカバー行ったそこに打っていくんだよね栗原が。多分俺はエンドラン走った時にはあそこを狙ってたのかなっていう栗原が。で1、3塁を作る、ああ外野フライでも、あ1点先制ソフトバンクはするなと思ったら、山川がなんと特大のスリーランホームランで3点。いやーこれはやっぱソフトバンク強いなっていうような感じがしたね。やっぱチャンスの作り方もそうだし仕上げ方も
っぱ圧倒するというか、まあ、そんな感じがするよね。で早川もね決してね悪くはないんだけど、やっぱじゃあ何が悪かったかって言ったらフォアボールを攻めるかって言ったら、こう全部フォアボール攻めてたらもうピッチャーできないよね。でずっとクオリティスタート安定感があったのにも初回に3点を取られるというね。で8回には山川がツーラン18号、ね、栗原が7回にはツーランホームラン、もう圧倒していくね。10対1で、まあ、ソフトバンクが勝つわけだけども、まあ、モイネロ7回95球、ヒット1本、5三振、無四球かな、まあ1つのデッドボールがあるか、そんで1失点という。で、早川、6回3分の1、117球、10安打、8三振、2四球、6失点というね、まあこの日はあんまり良くなかったな、でも立ち上がりにああいう攻撃をされたということが、非常にショックが残ったかなっていうような感じの試合でした。でこの試合でマジックが点灯します。日本ハムがね引き分けたために42というマジックが点灯したということです。で2試合目、先生は楽天浅村の10号ソロ、まあ、2回に飛び出すんだけど、でその2アウトその後チャンスを広げて2アウト1、3塁から太田のライトへの、まあ、ライナー性の飛球が飛ぶんだけど、これを正木がスリーベースにするんだよね。ちょっとね、落下点を間違えたという、こう横にこう走っていくんだけど、もう少しこう走れば取れたのに、こう走ったがために、ちょっと頭の上を越されたんだよね。あれはやっぱね、取ってあげなきゃ大津がかわいそうだわ。で、3点を取られるんだよね。4回。まあ、2アウト1、3塁から今度はソフトバンクの攻撃、近藤がタイムリーツーベース、3対2になるんだけども、これも楽天のレフト、これライトに入ったのかな、これも後逸しちゃうんだよね。だからランナーが何人いたかによって、まあ浅村のホームランが効いてるんだけども、まあお互いその外野手の目測だとかライトに入ることによって2点ずつこのピッチャーが自責として残るんだよね。だから非常になんかソフトバンクの大津はかわいそうだった。で小座もかわいそうだったんだけど、あれがライトに入ってるんだったらやっぱ取れっていうのはちょっと難しいんだけどもね。その小座が勝ったね、6回69球2安打2三振1四球、1デッドボールの2失点、ただすごかったのが、あの楽天のリリーフ陣、藤本、鈴木、則本のリリーフ陣はすごかった。で鈴木9球2三振、ね、1イニングを投げて、で25試合無失点という多分記録だったと思うんだけども、この鈴木というのが非常に安定してるというね。まあ、真っすぐの率が高くて、スライダー率が 25% ぐらいなんだけども、やっぱこう追い込んでからの、まあ、スライダーだとかこのまっすぐの威力、キレ、まあ、こういうのが非常にあのなんかブルペンを支えているような、まあ、そんな感じがしました。だからこういうふうにこうしっかりこう投げ切ってくれる人が則本の前に投げてくれると則本も投げやすいと思うよね。だから勢いをこう鈴木が止めてくれるというような、まあ、そういう働きを楽天のブルペン陣の中で鈴木はしてるなっていうような感じが見受けられました。で3試合目、7対0、これ言うことがない。もうね、大山が先発、これ22歳、2番手沢柳24歳、まあ沢柳が、まあ、勝利投手になるんだけど、まあ2番手で投げていって満塁だとかそういうところで、小深田を三振に取ったりとか、まあ、するんだけど、まあプロ初勝利でね、この試合でやっぱこうソフトバンクが強いなって感じさせるのは下位打線、柳町2安打1打点、下位3安打4打点、まあそのうち1つのホームラン、6回でスリーランを打つという、で牧原が2安打1打点というね、1、2番がノーヒット、山川、近藤がノーヒットでも勝つというね。でまあその中で3番を打った栗原が4安打1打点というのは上位打線の中では1人だけ打ったんだけども、やっぱこうやってね、下位打線が非常にこうやってこう仕事をしてくれると、
まあ頼もしいというか息抜けないというか、まあその上位打線ね、今宮修斗、まあこれ切り抜けた、栗原に打たれたけど山川近藤を抑えた、正木を抑えた、ね、柳町、ね、甲斐、牧原が仕上げるというね、まあこれはねもうどうしようもない。また藤井がね前半の時のような球威とキレと、まあ、コントロールがちょっと失われてるかなという、まあ、少し疲労感があるなというような感じがしたね。まあそういう3連戦でした。まあ、セリーグもパリーグもまあ大変な8月にもう入りましたね。まあセリーグの場合は特にちょっと DeNA 下位と上位の差ができてきてるかなという、まあ巨人、阪神、広島、この三つどもえにならないように DeNA と、まあ、中日がね、追っかけてほしいなっていう、まあヤクルトもねちょっと順位争いで、まあ、中日とヤクルトが争ってたんだけど3打点されたというのはね非常にちょっと痛いなっていうような感じがするし、まあまあ阪神が絶好調になってきた、巨人がどう立て直すか、ね、広島も状態的にはバッティング点は取れないんだけどもなんかこう食らいついていってる、ね、DeNA の方はちょっと絶不調8連敗、ね、頑張れということで、ね、でまあパ・リーグの方も A クラス争い、まあ、ロッテが順調、日本ハムがね、やっと良くなってきたかなというの感じがする。後半ちょっともたもたしてたけども、まあ、このソフトバンク、ロッテ、日本ハム、ね、追っては楽天だけども楽天は離されないように頑張らないと、もう A クラス、B クラスがはっきりしちゃうかなというような感じがしました。はい、また明日からカードが変わります。ね、まあ暑いですけど頑張ってください。